はい、半間家の本家の本物貴族の半間岩先生です。で、国家で歌われている君が要は岩尾となりというのは岩尾という名前が私ですね。で、父、爺さんの名前がそうですね。まあ、それに対して、教えるとね、だんだんあの歌えなくなっちゃいましたけども、日本人はね、君が代をですね、私の歌であるということをね。で、あの本物をね、天皇よりかもっと古い、本物の貴族なんですね。イギリスエリザベス女王よりかまた古いですね。で、天皇系より古いんで、イギリスエリザベス女王とはもっと付き合いは多いです、昔にね。で、イギリスエリザベスよりが古いです、あの本物の貴族でね。で、今回話をしたかったのは、福島原発は日本政府がわざと起こした事件なんですね。絶対ね、あの事故起きてもね、地震で起きても対応できたんだけども、私がね、本物の貴族の私が住んでるということでね、付け火にした事件なんですね。で、日本政府がやったことですね。で、人間はもう、そこに働いてる人はもう死覚悟で業務をするわけですね。日本政府の命令でありますからね。ね。で、それで全員死にましたけども、放射能でね、完全なる事故じゃないんですね。付け火で、わざと、ね、爆発させた、事件なんですね。私があの本物貴族がいるんで、日本政府はやっつけたいということで、起こした、犯罪ですね。で、他にもいくつもあるんだけど、一番大きいんでね、ここのところのね、事件ではね。で、東海村の臨海事故もまた前に起きてますけども、私が警察本部に通報したんだけども、言うこと聞かなかったですね。前もって通報したんですけどね。ということでね、上の生物、人間の上の生物、本物の貴族はそうなんですね。ということで、私と人間というのはそういうことで、攻撃をしてきます、ね。で、そういうことで、まあ、人間というのは話をして聞いたり、ね、喋ることはね、自分ではできない、まだ低知能の生物なんですね。で、仲間で、テレパシーで団体の頭を使ってやっと知能がついて話すことができるということで、一人では全く話ができません、ね、そういう生物なんで、ここで話しても通じても700年後でしょうかね。で、まあ、人間よりか知能の高い宇宙生物にね、記録ということで、そちらの方は敏感に届きますからね、このビデオというのは大事なんですね。で、何回も言うけども、人間というのは利口なことをやってる、騙されないように全部 学歴はね、テレパシーでカンニングして卒業してるだけで、誰も卒業してる人いませんから、学校ね、義務教育も卒業してません。人間は誰一人できません。知能が低くて、全部カンニング、テレパシーで虫になってね、カンニングしてるだけですね。で、卒業してるだけですから、全員ね。で、上の生物は私の場合は、半間先生の場合は違うんですね。で、そういう関係で、人間はね、今日肉食生物なんですね。道具を使ってね、肉を食べるという生物です。で、要するに道具を使って盗みをして生きるという生物ですね。完全なるね。それ以外はありません。だから、抑えなければ全部盗みをしますしね。
まともなこと言っても全部嘘です。単なる超肉食生物ですね。騙して盗むということもしますからね。で、今回お話をしたかったのは、福島原発は私の攻撃でつけた、日本政府が、ね、命令して起こした事件なんですね。地震が起きた時、ね、ちょうどいいということで、ね、前もってそういうことも、ね、打ち合わせしてありまして、日本政府が、ね、命令して、ね、事件を起こしたわけですね。で、いろんなね、ビデオで後の事件の内容言ってますけども、全部作り事ですね。本当、どうしようもなかったような感じで放映するわけですね。全部作り事です。これをよく知っていただきたいですね。そんなことで、半負けの本家の半魔陽先生でした。